はい、どうも皆さん、こんにちは。リリースタイルのリリーでございます。いよいよですね、4月1日にシーズン4になるのか、5になるのか、なんか表記自体は5になるんですけども、新しいシーズンがやってきたということで、今シーズンスティールレギオンということでやってまいりました。今シーズンもね、楽しんでいければなというふうに思ってるんですけども、なんだ、今日は、新しいね、ストアがやってきたので、ストアに新しいやつがやってきてるので、まあ今日はそれをやっていきたいんですけど、特にね、HVK30 エプラフション武器クレートということで、今無料でね、できる、なんかミッションみたいなの来てると思うんですけど、一足先にね、この課金武器を手に入れて、まあこの使用感とかをね、試していければというふうに思っています。まあ結構ね、強そうな印象ですよね。で、今回の武器クレートなんですけど、まあ 1440cp かかるんですけどね、今までにないぐらい、武器が多くて、当たる確率がかなり少ないんですよね。だから今回は今までの、課金動画の中で一番、使うんじゃないかなっていう覚悟をしながら臨もうかなと思ってます。で、まあ、今回ね、僕が一番欲しいのはやっぱり HVK30 のエプラプションということで、まあ、射程を増やすね、エピックの武器になっています。で、まあ、結構グレーでね、かっこいい感じになってます。うん。で、それにプラスアルファ KN44 ということで、前ね、紫のこのカラースペクトラムっていうのが来てたと思うんですけど、この能力が至近距離で敵を倒すと追加の弾薬が手に入るということで、9メートル以内で敵を倒したら3発弾丸が追加されるっていう能力なんですけど、まあ、それ以上にね、射程が増えるっていう能力を備えた、エピック武器になってます。まあ、個人的にはね、このエプラプションの方がいい気は、しますよね。うん、っていう感じで、あとは DL933、死亡位置が表示されない系、 HG40 これいらないですね。 M4 もいらないです。 BY もまあいらないかな。うん、あとグレネードとかですね。で、あとこの青武器なんですけど、この PDW とかめちゃくちゃかっこいいですよね。うん、あとグレネードとかもっていう感じで、まあかなりね、選択肢が高くて、かつ1440なんで、これはマジで地獄になるやろうなっていう覚悟を持ちながら回していきます。はい、行きましょう。まあそうなるでしょうね。 HG40 ですね、これいらないですね。はい、いらない。やば。もうかぶる？こんなに種類あるのに10回回して1個も当たらへんとか。 M4 はいらない。はい、いらないですね。トロフィーの迷彩欲しいっすよね。BY。 いやー、きつい。引く人おるんかな、これほんまに。しかもね、これ確率まだ出てないんですよね。いやー、もうこれ多分ほんまにやば。あー、きついっすね。DL。 いや、かっこいいよ、かっこいいけど違うんすよね。 KN っすね。まあこれは嬉しいかな、普通にかっこいいし。ただ HVK が出ないっていうね。はい、ということでちょっと追加していきたいと思います。
はい、追加で課金しましたので、ここからさらにやっていきたいなと思うんですけど、まあ、KN 出たし、DL 出たし、HG 出たし、M4 も出てるし、BY も出たっていうことで、この辺もね、全部出てるんですよ。あと1個 HVK だけが出てないっていう、悲惨な状況になってます。まあ、この辺の武器とかも多分出てると思うんですよね。まあ、ちょっとやっていきましょう、とりあえず。紫武器、まあこれ、あ、出ましたね。はい、HVK30 エラープション出てまいりました。はい、ということで、まあこれでね、多分もう欲しいやつは全部出たのかなっていうので、何番だったやろ、1万8000CP ぐらいは使ってるかな。10回ぐらい引いたから。まあまあ、結構いったな。でも、なんか、思ってた以上に、まあ、2万とか3万とかかかったわけじゃないから、なんか、想像よりは、マシやったかなって感じですね。とりあえずよかった。で、どれだ？これか。どうなんでしょうね。ちょっと武器の性能を見ていきたいなと思うんですけど、KN と比べると連射速度は高いという感じで、威力が若干下がるのかな。で、機動性が65っていうので、今までの通常の AR って60じゃないですか。で、遅い武器とかだと、55とかになるですよね。この KN とか見てもらうと。で、射程が長めで、命中率も高いということで、まあ、比較的安定性高いんですかね。マンウォーと比べると、連射がやっぱ違うし、AK と比べても威力が高くて、連射速度が若干落ちると。で、射程も長いっていう感じで、プラスアルファ移動速度が速いというのが一番大きいですよね。まあ、LK と比べても連射速度と威力が高くて、命中率は下がるものの機動性は高くて射程距離も長いっていうので、まあ、だいぶ安定してる武器なんじゃないかなって個人的にこうやって見ていくとね、思いますよね。ASM ですね、今話題の。連射速度がやっぱり何よりも高い。僕ね、結構ね、ASM10 も使ってるんですけど、連射速度がね、どうしてもね、気になるんですよね。まあ、その分 HVK に関しては比較的高めという感じ。で、射程距離も長い。何より移動速度が速いというところで、ASM とかと比べると10も高いんでね、結構これは大きく変わってくるんじゃないかなというところですよね。まあ、なんで AK117 ぐらい安定してる気がしますね。パッと見るだけですけどね。こっからちょっと使ってみようかなとは思うので、またそちらの方も、これからご覧いただければと思います。はい、ということで、HVK30 を早速使っていきたいなというふうに思います。とりあえずね、どうしよっかな。アタッチメントは FMJ クイドロー大型マガジンで行くかな。で、一応アイアンサイトはね、こんな感じなんで、とりあえずアイアンサイトで、まあ、使った感じっていうのを見ていければなと思います。パーク自体はライトウェイトつけていきます。で、ニークタウンですね。とりあえずやっていきたいと思います。どんな感じですかね。本当楽しみだな。新しい武器って心躍りますよね。なかなかマッチングしないですね。最近ね、結構 AK117 とか、あと ASM が強くなったっていうので、ASM 使ってみたりとかね。まあ、MSMC が若干弱くなってしまったっていうのもあるんですけど、AR を結構使ってるんで、まあ、この武器がね、強かったらまた、ロードアウトに入れていきたいなというふうに思います。けども、どんな感じですかね。
結構ハンドありそうですね。弾は拡張つけて38発か。まあ通常の AR やな。まあでもなんか反動は制御しやすい感じやから、フォアグリップどうだろうな。まあちょっとわかんないけど、とりあえずやってみよう。どうだろう。どうなんすかね。使いやすいのかな。リロードが若干遅そう。死んじゃった。どうやろ。こいつ武器パクってんな。いや、いた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 。キラーで、やばい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 。痛い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 。 MSMC のあれも来てましたよね。そういえばストアのやつ。これ何発キルなんやろ。4発キルかな。あかん、分からへん。後でね、詳細な検証に関してはやっていきたいと思うんですけども。あ、終わっちゃった。どうなんやろ。え、Gケース、え、Gケース、え、Gケースってどうやって使ってんの、この人は。え、Gケースって SMG よね。もう使えるんかな。え、Gケース使えるんや。知らんかった。はい、という感じで、まあ、とりあえずね、使用感なんですけど、まあ、練習速度は若干やっぱり AK117 とかで比べると遅いかなっていうのは体感できますね。で、プラスアルファ、ブレーに関してはそこまで大きいものではないかなとは思うんですけど、どうなんだろう、フォアグレップつけた方がいいのかな。まあ、その辺の詳細はね、またやっていきたいなと思います。弾数に関してはいつもの AR と同じで、多分30で、拡張つけて38っていう感じですかね。で、何発切るかっていうのがそんなにちょっとわからなかったんですけど、多分4発切るじゃないかなって思います。まあこれはね、また次の動画で、
検証詳細にしていきたいと思いますので、そちらをご参考にいただければと思います。結構ねこのグレーな感じと、の迷彩ですね、かっこいいなと思うんで、もしね可能な、まあ無課金の感じでも取得できるやつあるじゃないですか今。だからそんなに急いで課金する必要はないとは思うんですけど、まあ使用感、またその検証動画を見ていただきながらですね、使うか使わないかの一助にしていただければと思いますので、とりあえずよろしくお願いします。ということで本日はですね、この HVK30 を使って回してみたっていうのと、使ってみて、使ってみたっていう感じですね、このリリースタイレのチャンネルでは COD モバイルに関する動画の投稿させていただいてますので、ぜひいいねボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで本日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。皆さんこんにちは、グッドボタンよろしくね、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ皆様。